クリストファー、クリス・マレーロは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手。ウトウミギウオリックス入団1年目の2017年に、日本プロ野球公式戦、通算10万号本塁打を記録した。モンシニョール・エドワード・ペース高校から、2006年の MLB ドラフトで、ワシントン・ナショナルズの1巡目指名を受けて、プロ入りを果たした。 高校時代のチームメイトにはジオ・ゴンザレスがいる。5年間のマイナーリーグ生活を経て、2011年にメジャー初昇格。8月27日にメジャーデビューを果たし、この年は31試合で打率。248、0本類打、10打点を記録した。翌2012年は再びマイナーで過ごし、2013年に再びメジャー昇格を果たすものの、 8試合の出場に止まり、同年10月にナショナルズから放出された。その後はしばらくメジャーに昇格することができず、2013年12月にボルチモアオリオールズ、2015年6月にシカゴホワイトソックス、同2015年8月にボストンレッドソックスといずれもマイナー契約。主に 3A でプレイし、2016年には、 レッドソックス参加の3アンペアポータケットで23本塁打を打ちインターナショナルリーグ本塁打王になるとともに同年の 3A オールスターゲームでは MVP を受賞した2016年11月10日サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約2017年はジャイアンツの開幕ロースターに名を連ね4月14日のロッキーズ戦でタイラー・アンダーソンから メジャー初本塁打を記録したが、4月24日に戦力外通告となり、参加のサン・エイサクラメントリバーキャッツ所属となった。ナショナルズ時代2017年5月30日に NPB のオリックス・バファローズとの間で、同年シーズン終了までの契約を結んだことが発表された。推定年俸は40万ドルで、背番号は12。入団後は、 6月9日の対中日ドラゴンズ戦に1番右翼手として先発出場し NPB 公式戦デビュー5回裏虫1塁で迎えた第3打席で小笠原慎之介から中堅スタンドへ飛球を放ったため一旦本塁だと判定されたしかし中日の保守松井正人からの指摘で本塁の空杉が判明審判団による競技の末に 本塁打の判定が取り消される代わりに、三塁打と打点一が記録された。この空杉については、三塁線近くで、マレーロへのハイタッチを試みたバッファローズの、マスコットバファローベルとの接触によって、マレーロの走路が変わったことが一因とされている。しかし、翌10日の同カード4回裏の第2打席で、リュウユウ也から、公式記録上の NPB 初本塁打を記録した。 NPB の一軍公式戦において、ベースの空杉が原因で、本塁打を取り消された打者が、翌日の試合に本塁打を打った事例は、1958年に一塁の空杉で、本塁打を取り消された、長島修行以来59年ぶりに例目、外国人選手及び公式戦の初本塁打としては初めてであった。以降の試合では、 主に1番、6番、7番打者を任されていたが、打撃の好調を背景に8月上旬からクリーンアップに定着。シーズン終盤の9月には、球団との間で、翌2018年シーズンの契約を結んだ。9月13日の対福岡ソフトバンクホークス、戦では、自身初の3打席連続本塁打を、リック・バンデンハークから記録。この活躍によって、 オリックス戦では2015年の初登板以来9連勝中、本拠地の登板では14連勝中だったバンデンハークに初めて黒星をつけた。さらに9月29日の対千葉ロッテマリームズ戦では6回表の第3打席で成田翔から19号に点本塁打を記録。この本塁打が NPB 公式戦通算10万号本塁打に当たったため、 NPB から賞金100万円が送られた。一軍公式戦全体では、シーズン途中からの入団にもかかわらず、出場試合数と同じ数の安打、20本塁打、3割近い打率を記録した。2018年には、レギュラーシーズンの開幕直後から、一軍の公式戦で、本塁打を量産。4月にパシフィックリーグの本塁打数で一時トップに、 立つと、5月中旬までにチームトップの8本塁打を放った。打率が2割前後にとどまっていたため、同月14日に出場選手登録を抹消されたが、6月3日の対、読売ジャイアンツ戦から4番、1塁手として1軍に復帰。同点で迎えた8回裏の第4打席で2塁打を放つと、6番打者ステフェン。 ロメロの敵地安打で決勝のホームを踏んだことによって、パシフィックリーグ加盟球団のセパ交流戦、通算戦勝達成に貢献した。一軍公式戦全体では、2年連続で2桁本塁打を記録する一方で、打率が201と低迷。シーズン中に出場選手登録を5度も抹消された影響で、途中入団の前年を下回る68試合の出場にとどまったばかりか。 9月以降は出場の機会がなかった。それでもシーズン終了後の11月26日には1年契約でチームに残留することが球団から発表された。2019年は43試合と出場機会を減らし同年限りで退団した。愛称はネネ。兄のクリスチャンマレーロ、おじのイーライマレーロ、いとこのでベンマレーロもプロ野球選手。くしくも デベンもアリゾナダイヤモンドバックスの三塁手として出場した2018年4月15日の対ロサンゼルスドジャース戦において4回表一し、一二塁の打席で左中間にへ本塁打を放ちながら判定によって本塁打を取り消された。本塁打がライナー性の打球だったことから一塁へ切る一中の一塁走者を一塁付近で一瞬だけ追い越したところ ドジャース側のチャレンジ要求によるリプレイ検証の末に審判団から二塁でのアウトを宣告されたためである。2017年にオリックス、2018年にダイヤモンドバックスへ所属した平野和は日米を通じて2年連続で同じ親族が本類打が取り消された瞬間をチームメイトとして目撃している。オリックスへの入団記者会見にはマレーロの3歳年下で アメリカ時代から交際中の大学院生が、婚約者として同伴。マレーロとの交際の行きを話したり、マレーロとのツーショット撮影に応じたりするなど、新入団選手のお披露目の場としては、異例のやりとりが展開された。マレーロ自身も、NPB 公式戦10万号本塁打を打った、直後のコメントで、2017年のシーズン終了後に、この婚約者と結婚することを公言した。 アメリカ球界時代から外野手として登録されながら、試合で一塁を守ることも多い。オリックスへの入団後は、デビュー戦で本塁の空杉によって、NPB 初本塁打を取り消されたことから、本塁打を打つたびに、両足で念入りに本塁を踏んでいる。球団でも、以上のエピソードにちなんだデザインの、本塁踏み忘れ、T シャツを公式グッズとして販売。 本類を踏み外したデザインを胸側、本類を両足で踏んだデザインを背中側に施していて、球団直売店、B ウェーブの神戸店で初回生3分が発売開始1時間で売り切れるほどの人気を博した。NPB 公式戦通算10万号本類の,の記念会見の際には、マレール本人が本類踏み忘れ T シャツを着用して会見を行った。 NPB 公式戦、通算10万号の本塁打を記録した2017年のロッテ戦では、チームメイトの T 岡田が、当該打席の21分前に99,999号目の本塁打を打ったことを受けて、自身が10万号を打つことをチームメイトに予告していたという。もっとも、マレイロの NPB 初本塁打が、自身のミスによって取り消されていなければ、 t 岡田の本類だが10万合目になっていた可能性はあった。t 岡田は試合後にマレーロに送られる予定の賞金100万円について自身との間で50万円ずつ接半することを冗談交じりでマレーロに提案。これに対してマレーロは笑いながら多分接半しないという返答で提案を誇示した。そこでオリックス球団では t 岡田に対して 99,999円の賞金を送ることを決定。2017年10月7日の授与式では、マレーロが目録のプレゼンターを務めた。オリックス2年目の2018年4月15日に7番指名打者として出場した対日本ハム戦では、5回裏の第2打席で2塁打を放って出塁すると9番打者。 若月の偶然安打で三塁走者の伏見トライに、続いて本塁へ突入。右翼手、松本剛から捕手、清水雄心への後編球をかいくぐる格好で、清水のミットの手前で左足をわずかに浮かせると、左足から本塁へ滑り込んだ。このようなマレーロのプレーに対して、球審の島田哲也は、政府と判定。 滑り込んだタイミングが完全なアウトとみなされたことから、日本ハム側はこの年から NPB に導入されたリクエスト制度の活用によって審判団に当該プレーのリプレイ検証を求めたが、検証後も判定は覆らずに、オリックスの得点が認められた。このプレーで、マレーロの左足が迅速との評価を得るに至ったため、球団では前述した踏み忘れ T シャツに続いて、 2018年6月上旬以降に、神の足 T シャツを公式グッズとして発売することを決めた。2018年4月30日のソフトバンク戦で、駅員のアナウンス風のスタメン発表をした、お笑いトリオの斜め45度の岡安昌介に、ホームの踏み忘れにはご注意くださいとアナウンスされ、外野席から笑いが起こった。NPB、ありがとうございます。